目指せスーパーリスト。こんばんは、コバです。今日はですね、ナビのこの前ご質問いただいてちょっとお答えできずにいてしまったので、それをねお答えしたいなと思って今日はビデオを回してます。カーナビのオーディオですね、まず CD 録音して、 CD はどのように、アレンジ編集だったり操作性というかはどうなのだと、まあ、ちょっと僕の分かる限りで今ねちょっとそれを再現してみようかなと思いまして、でまあ普通にここに CD を入れましてね、普通の CD をで CD を入れると、自動的に録音が始まります。まあ、これ一応メモリーミュージック、これを押してもらうとここで、メモリーミュージックで今ですね、このマークで曲がですね拾われております。タイトルが今出てきましたね。このタイトルをまず拾って、であとはここで録音開始ボタンで録音をします。今ねメモリーカードがちょっとないんで、あの容量がですねあまりできないんで、そういう場合はこの選択曲録音ってことで、まあ曲を選んでで録音決定というところまで押すと、ここで録音準備に入りまして、ですぐ録音が始まります。もうほんと録音早くてですね、数秒で数十秒で終わります。はい、終わりました。録音終了しました。となったらもうあとはここのデータですね、今度メニューボタンでこうやって戻ってもらって、でここの CD ではなくて今度メモリーミュージック、ここをポチッと押しますと、このメモリーカードの中に出てきます。メモリーカードの中ですね。でこれ今僕が保存してあるもので、今撮ったものがこの1と書いてあるこれですね。今ちょっと音なくしてあるんですけど、音でこのままかかります。タイトルが流れてますで、これで今度じゃあ操作性、ここでまずトラックだったり CD だったりいろいろボタンがありますけども、これは何だろう、これはまあアルバムの、表示ですね。表示を切り替えるボタンですね。あと編集、この編集ボタン、これで曲管理っていうのがまずできて、最初設定しますね。そうするとこの曲管理で、どうやらここで削除したりですね、曲の、アルバムトラックの表示をしたりですね、であとは、アルバム編集ですね。これタイトルをね、変えたり、これを例えば修正で消したりですね。あーとかですね。まあ、カタカナにしたりとか。でですね。まあ、決定。そのタイトル情報更新しました。今、あというタイトルに変わりました。で、ジャンルをカスタマイズですね。これが J-POP なのかロックなのか。まあ、このように、いろいろ変えることができます。まあ、例えばこれはまあロックですね。ジャンルを登録しました。で戻って、であとはですねこちらの、まあ、お気に入り登録だったりジャケット写真だったりを取り込むことができるようです。で再生選択、そうするとこの再生も、決めてできます。ジャケット写真、ジャケット写真は、これ SD カードに入れたものをジャケット写真から SD カードからジャケット写真を選択してここに表示することができると。今ですね、これ多分、入っていたものですね。登録しましたと。これジャケットが出ましたね。そうするとトラックを、そうすると多分このメモリーミュージックで再生をすると、こちらにね、今出てきましたね。まあそういうようなことができて、まあここの今出てるタイトルで、まあこれで、編集。でお気に入りアルバムに入れたり、まあ、今のところ、まあ、このような感じで、できそうです。オーディオのチューンってのがあって、ここが結構僕の好きな部分なんですけど、オーディオのですねモード、高音質モードだったり騒音適応モードだったりエフェクトモードだったりですね、音の匠、オフ、DSP、ライブのサラウンドだったりですね、チャーチ、教会のサラウンド、スタジアムのサラウンド、オールというようなことをできて、あと車速連動でボリュームをね、変えてくれると。どうですね、ロードノイズがひどい時には、音をボリューム上げてくれたりとかね、で車停止してる時にボリュームを下げてくれたりとかね、
常一定にの大きい音でしたら、走ってない時はすごい耳が痛くなってしまうので、まあそういうような調整もできるよということですね。あとはもうイコライザーもこれプレセットでやりますけども、自由に選ぶことができるよということで。で、これが、クレイスノートでデータベース。これが曲のタイトルをおそらく拾うやつだと思います。そして、こちらのフェードバランス。これあれですね、バランスですね。ボリュームと、前のスピーカー、フロントスピーカー、リアスピーカーのバランスをここで調整できると。今日はまあ、一人しか乗らないからもうちょっと前にしようかなとか、ね、まあそういうようなことができるよということですね。いいなと。まあこれ簡単にセンターでセンターを取ります。まあそういう感じですかね。まあ僕はいつもこの、エフェクトモード、音の匠で、聞いているので、匠マスターサウンド、和み会話重視、極み広域強調とかね、まあいろいろありますけど、まあ皆さんの、好きなね、オーディオチューンで選んでもらえたらなと思っています。そんな感じで今日はね、メモリーミュージックの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。